職大でもその生産側のイノベーションに関するプレゼンを聞いていただきたいと思います。素人がいきなり農家になれちゃう仕組みリープを、クリスさんより、説明いただきたいと思います。準備はいかがでしょうか。お願いします。よろしいでしょうか。はい、それではロンチパンスタート。リープというサービスをやっている栗田と申します。よろしくお願いします。私たちは農業ど素人の人がいきなり農業で活躍できるという仕組み作りをミッションにしています。そしてその仕組みをリープと名付けて農地を見つけるところから野菜の販売に至るまで一括して垂直統合の価値を提供していきます。私はもともと大学で情報工学を学んで広告代理店でテレビの仕事をして、そして皆さんと同じように企業の世界に見るという会社のサポートで入って、そして今農家をやってます。まさに全くの農業のど素人です。まさに私はこのリープのユーザー第1号ということになります。農業は作るものや食を通じて人の命を作っていける素晴らしい仕事であると感じています。日々農業の現場に立ってさらにその思いを強めています。だからこそ一人でも多くの人が農業を自分の人生の選択肢とできるような、そんな世界を作っていきたいと考えています。しかし既存の農業は大変厳しいものがあります。この数字は神奈川県が作成している KPI で、優秀なトマト農家が目指すべき時給です。いかがでしょうか。皆さんこの時給で農業やってみたいと思われるでしょうか。私たちはリープを通じてこの時給を5倍から10倍にしていきたいと考えています。それを実現するためのリープの仕組みをご説明します。まずリープでどのように農業を始めるのかですが、農業を始めたい人はリープのウェブフォームから登録を行います。その裏でリープはどんどん農地を確保していきます。具体的に農地が確保できたらすぐに登録ユーザーに情報を流していきます。農地の詳細です。場所、面積、育てられる野菜、最終的に目指す収支など記載してますので、ぜひここで農業やってみたいという人はこの URL から正式にエントリーをして農業を始めるステップに入ります。これだけです。農作業を始めまでの情報は全てオンラインに記載しています。そもそもいつから畑に行くのか、最初にやる作業は何か、その作業はどうやってやるのか、あらゆることを事前にオンラインで予習確認ができるようになっています。ちなみにリープでは自治体から認定というものを取得していまして、農地を優先的に確保する立場に正式になっています。その農業を始めるあたってリープでは袋栽培という手法を導入しています。神奈川県から実際苗を持ってきちゃったんですけれども、畑の土を一切使わずに独自の土を袋に入れてそこに苗を植えるという形をとっています。これによって仮に耕作放棄地でも痩せた土地でも残留農薬や残留肥料があるとしても一切問題ありません。いきなりいい環境で栽培がスタートできます。またこのように袋栽培ではダイレクトに袋に対して点滴で灌漑をしていきますので、水や肥料の使用効率が極めて高いのが特徴です。我々リープはビニールハウスを作るところからやりますので、既存と比べて 43% 安い価格で栽培環境を提供できます。また600平米という既存からすると非常に狭い面積を栽培単位としていますので、これによって労働時間を2分の1から3分の1に圧縮できます。600平米はちょうどこの会場の3分の1の大きさで、この袋が1000個置ける面積になっています。このようにリープでは独自の土、袋栽培に最適化された水や肥料の設計、そして栽培施設そのものを提供しています。このような基本的な栽培体系の提供とともに、農業で非常に重要なことが起きた変化やトラブルに迅速に対応していくということです。それを実現するためにリープではプラットフォームを用意しています。リープの栽培管理本部と新しく農業を始めた人、新規就農者がリアルタイムにコミュニケーションできるものです。何か苗に異変やトラブルがあったときには、その写真とともにすぐにチャットで相談ができます。ただしチャットなので、仮にいいアドバイスを受けてもどんどん流れていってしまいます。なので該当するメッセージや写真を選択して、タイトル、詳細、そして今後検索で引っかかるタグをつけることによって、このプラットフォーム上にナレッジとして登録ができるようになっています。今後新規就農者の集合地、ノウハウがどんどんプラットフォーム上にストックされていくことになります。また新規就農者が管理するビニールハウスが今どういう状況になっているのか、温度、湿度、二酸化炭素、あらゆるパラメーターをこの温度計のスタンプ一つ押すだけでリアルタイムにハウスのセンサーから取得していくことが可能になります。このような独自のノウハウ、テクノロジーを使えば農業はもっともっと楽しくなっていきます。このような仕組みを通じて作った野菜をゆる野菜というちょっとへんてこなブランドで売っていきます。今まさに二子玉川の高島屋の地下、高級スーパーの明治屋さんで販売いただいています。さらに明治屋さんの他の店舗、あるいは他の高級スーパーさんからも引き合いをいただいていて、高級スーパーだけで50店舗の販売ネットワークをすでに構築しています。このようなリープの仕組みを通じて実際に農業を始めた新規就農者のインタビューを取ってきました。僕は今神奈川で農業やってますけど、地元である長野で農業やりたいっていう思いがあって、ただ実際には仕事にすることが難しいと。リープの力を借りながら長野に帰っていって農業を始めていくっていうのはかなり大きいんだろうなと思っていると。 I'm very optimistic about the transfer of our plantation system to Tajikistan because Tajikistan is mountains country. Like 93% occupied by mountains. There's lack of the land. Our back cultivation isthe thing that you can use the land anywhere, even if it's rock.
このように地元あるいは母国に帰って農業を始めたいという人にリープは大きな価値を提供できると考えています。リープのビジネスモデルはフランチャイズモデルですので、国内外問わずあらゆるエリアに展開が可能です。農地の斡旋、施設の販売、栽培資材の販売、そして野菜の販売、すべてのステップで一律全トランザクション 15% の手数料を設定してキャッシュポイントを生んでいきます。これはリープのユーザーから見たトマトを作った時の最終的な年間の KPI です。単価のコストをこのレベルで改善していくことで、最終的な一番下の時給を 600% 以上改善していくことが可能です。政府はこの10年間で20万人の新規就農者を増やすということを政策で明確に掲げています。新しく農業を始める人、あるいはそこに潜むニーズというのはますます増えていくと考えています。リープはこれからの5年間でリープのユーザーを150人、1000人と増やしていきます。それに応じて5年後にはリープ全体の売上を150億円まで持っていきたいと考えています。しかしここにいらっしゃる方々の生産能力を増やしていく力、資本、そして売る力を注入いただければ、先ほどの政策目標すべてを20万人リープのユーザー一色で染め上げていくということも十分に可能であると考えています。ぜひ抜本的な、そして真正面からの農業の改革に向けてご一緒させていただきたいです。彼らリープのユーザーが農業の未来を作っていきます。ご清聴ありがとうございました。